白浜駅は、和歌山県西室郡白浜町片田にある、西日本旅客鉄道規制本線の駅である。事務官コードは62万2064。南紀白浜アドベンチャーワールドの最寄り駅である。日本三古島の一つである、白浜温泉の玄関口。特急、黒潮の全列車が停車し、さらにそのうちおよそ半数が当駅で新大阪、京都方面へ折り返す。 コンコース、待合室、古戦郷など駅構内は、社員による季節ごとの装飾を施している。このほか、白浜町内の白与浜が、アメリカ合衆国ハワイ州のワイキキビーチと、有効姉妹浜提携をしていることもあり、夏季には、白浜町の観光業界全体での取り組みとして、駅係員、駅レンタカー社員、キヨスク店員が、 アロハシャツを着用するなどの試みが実施されており、北陸本線加賀温泉駅と姉妹駅提携がされている。1933年12月、国有鉄道規制再線の木田辺駅から木戸田駅までの開通とともに、規制再線の白浜口駅として開業し、1965年3月1日に、現在の白浜に改称された。この日には、 同線の木椿駅及び木岩佐駅、半和線の金岡駅がそれぞれ解消されている。プラットホーム待合室地上駅。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線に、加えて単式ホームの将来駅側に、切り欠き機の0番乗り場が設けられ、合わせて2面4線の構造となる。湖線橋にはエスカレーターが設置されており、新宮側に1番と2番、3番を、 つなぐ車椅子専用スロープがある。以前は、切り欠き機、ホーム部分が1番乗り場、単式ホーム本線部分が2番乗り場、島式ホームに3番4番乗り場といった番号の割り振りがされていたが、旅客に混乱を招く事態がしばしば起きたことから、2008年3月15日のダイヤ改正で、切り欠き機部分の故障が0番乗り場に変更された。またそれに伴って、 以前の2番3番4番乗り場が、それぞれ1番2番3番乗り場となったほか、ホームが緩やかなカーブ上であるので列車入線時は、係員が乗客の安全確保と1万1の転落事故防止のため、到着、出発監視を行っている。短式ホームに接して建てられた駅舎は1984年10月に改築、竣工したもので、 鉄骨造り一部に階建てで延べ床面積は550平方メートル。国鉄天皇寺管理局が2億円をかけて建設した。駅舎内には、待合所の他に、キオスク、有料の携帯電話自動充電器や観光案内所もある。直営駅、緑の窓口設置駅。発売窓口2カ所、改札内に生産用の窓口1カ所、自動券売機が2台。 IC カード専用簡易改札機がそれぞれ設置されているが、緑の券売機及び自動改札機は設置されていない。トイレは設置されている。かつては、白浜町内の旅館、ホテルの宿泊手配などの旅行業のほか、アドベンチャーワールド、白浜エネルギーランド入園券及び名工バスフリー、乗車券の発売住宅も行っていたが、 現在は、駅レンタカーレンタサイクル業務のみを行っている。自動体外式所再動機が設置されている。子供110番の駅にも指定されている。直営駅であり、木田なべき参加の地区駅として、地区駅長が配置されている。かつては、管理駅でありながら、非管理駅を持たない、単独駅であった。 しかし、旧新宮鉄道部の管轄エリア見直しにより2008年11月1日付で、キ井トミタ、ツバキ、キー・ヒオキ、ミの各駅が当駅の管轄になった。その後管轄駅エリアの再見直しにより2012年6月1日付を、もって、キ井タナベ駅の管理エリアと統合された。隣接する駅には、無人駅が多数点在することから、 単独駅時代から、新宮方面への列車が遅れた場合は、無人駅である、木イトミ椿金日キ、須佐美、オキ、スサミ、ミロズ、高の各駅へ、運行状況の一斉放送なども行っているほか、和歌山方面への列車が当駅を延発した場合は、木田辺駅へ連絡し、接続列車の出発を遅らせる措置をとっている。上表の路線名は、 旅客案内上の名称で表記している。なお、以下を含め突起なき場合は、定期運転の列車について記述する。0番乗り場は、串本側が行き止まりになった切りかき機ホームであるため、和歌山方面へ折り返す特急の一部のみが発着する。3番乗り場も、基本的に和歌山方面への折り返し特急専用として使われているが、1番乗り場からの始発特急も、 設定されている。また、新宮方面の未踏駅で特急に追い抜かれる普通列車が1日1本設定されている。新宮方面から和歌山方面へ向かう列車はすべて1番乗り場を使用する。一方、和歌山方面から新宮方面への列車は時間帯によって1番乗り場、2番乗り場の双方から発車し、行き違いの有無はあまり関係ない。 ホームの先の新宮方には、引き上線があり、特急列車の増解決車両や臨時列車が待機することがある。ただし、夜間退泊は設定されていない。当駅と木た鍋駅の間で、回送列車が運行されている。近年の1日平均乗車人員は以下の通り。白浜町の市街地からは約5キロメートルほど離れており、 駅の周辺には土産物屋などが若干あるのみとなるが、白浜温泉への玄関口として、駅前から、白浜温泉、南紀白浜空港、木田辺駅、南若山医療センター、新城総合公園、椿温泉などへのバスが出ている。また、駅敷地には、各社タクシー会社の乗り場や、送迎用車両の無料駐車スペースも設けられている。駅の南西には、 中国以外では世界最多の7頭のジャイアントパンダを飼育していることなどで知られる動物園、遊園地複合型施設であるアドベンチャーワールドと南紀白浜空港があり、まっすぐに市へ行くと白浜温泉の温泉街がある。また、駅の周辺にはゴルフ場が点在している。片田漁業共同組合が経営するトレトレ市場南紀白浜は地元で 水揚げされた魚などを売る観光のための市場である。駅入り口にはジャイアントパンダのオブジェとようこそ白浜温泉へと書かれたの例がある。駅舎駅前にある土産物店店舗。道路を挟み駅ロータリーに面して立地。特急黒潮の隣の停車駅は黒潮を参照。ありがとうございます。